皆さんお疲れ様でした。淡井圭介です。本日2024年、10月の21日、21時49分、クライマックスシリーズ、横浜 DeNA の皆さん、優勝おめでとうございます。並びに、まあ、阪神タイガース対横浜 DeNA、さんのその試合の時に、まあ、あらかじめ言ってましたけども、まあ、阪神タイガースが先に、あの、上の方の順位にいた、方が、まあ、あの、結局、まあ、直接対決と、まあ、あの、今シーズン始まった時に、同じリーグの球団を、こう、上位に持っていくというのは、非常に困難な状況からのスタートで、まあ、あの、途中から、まあ、テレビの画面をこう撮影しながらというような形で、あと、まあ、手法も、安全面を、まあ、意識するような心のワードで、今日の試合に関しても、まあ、すぐに、同点に追いつけたのと、あと以前から言ってた通り、まあ、フォード選手にも打たせてあげたいっていうことを言ってたと思うんですけども、まあ、ホームランにはならなかったんですけども、しっかりと、ヒットという形で打点がついたと、本当に同点の場面というところで、しっかりとした、見せ場があったと。で、まあ、9回ですね、もうこの回本当に点取っておかなければならないと、まあ、それまで満塁のところまで進んだりとか、まあ、いろいろありましたけども、あの満塁まで進んでいった時点で、序盤と比べて後半、横浜 DeNA がこう盛り返してきてると、序盤押されてきた分。まあ、そういうふうな気配は、まあ、十二分にありまして、まあ、こちらとしても、その確立したものっていうものが、出来上がって、手の、対応でした。まあ、動きを止めながら、まあ、それでも、そうですね、その安全面プラスだとか、まあ、そういったところですね。あとは、まあ、短い言葉のワードで、その、今までの、言葉の内容でだとか、まあ、そこにはホームページは池助の利益だとか、まあ、そういった内容、今まで組み上げてきた内容が全て入ってますので、まあ、そうそう、という部分があると思います。で、まあ、一番最後、まあ、それまでの場面で岡本選手を、申告敬遠などがありましたけども、ここはもう、もうクライマックスシリーズのこの一番最後の局面、この場面、やっぱりそうだと思います。次の打者が打率0割なんですよ。0割000なわけなんですよ。そしたらもうどちらのバッターで勝負するかで考えたら、もうそこはチーム全体の勝負としては、まあ、申告敬遠がどう考えても普通だと思います。まあまあまあ今までのワードを、まあ言っていた内容等をしっかりと、まあ、考えていただくと、まあ、そういうことになります。その大谷翔平選手の件があるにせよですよ、その後ろのバッターがどうこうっていうことを考えたら、あれだけ数字で000とはっきり分かりやすい数字になったらもう絶対そうだと思います。ただし一番最後の局面、一瞬僕も考えたんですよ。3対2 でランナーいない場面で岡本和真選手との勝負、そこに逃げたら今後の世界戦でバッター怖がる自分が出来上がってしまうんじゃないかと、もうここ勝負だと、抑えれると、もうそういうふうな取り組み方で一瞬その申告敬遠とかよぎったんですけども、いや違うと、いやここで逃げたら世界戦、世界代表のチームっていうのは、まあ、例えば、メジャーリーグで、すごい成績を残している選手がもうずらりとこう並んできたりとか、するようなケースが、まあ、ある。今まで、まあ、去年で言うともう間違いなくそうだったわけじゃないですか。もう後ろのバッター、後ろのバッター、いいバッター、数字が残してきてるバッターがいますから、逃げ始めたらもうストライクは入らなくなったりするのが一番困る場面ですが、いくらすごいと言っても、打っても3割打ったらすごい方で、7割はバッターの勝ちだと、ほとんどの人がなかなか、3割超えれないという
状況ですから、まあ、今日試合終わるまで、まあ、多分今日も今日一日多分もう遊ばないまま、一切遊ばないまま0時00まで迎えると思います。まあまあ、まだ晩ご飯食べてませんし、まあ、報道ステーションを見たりだとかで、まあ、フェイクニュースとかだったら、まあまあ、食事にしたりだとか、まあ、本当、最後の最後まで、諦めなくて、よかったなというところです。最後タイムリー打ったのも牧選手ですよね。だからこれ、総合的に物事を考えますと、去年の2023年のアジアのその牧秀悟選手が確かホームランを打ったと思うんですけども、その時のボールカウントがテレビ朝日の、パリオリンピックとアジア野球のアジア、チャンピオンズカップといいましょうか、正式名称忘れましたけど、あの時のカウントが、ノーボールワンストライクに変わってると、その辺のところはあらかじめしっかりと、まあ、YouTube で公表をするような形で、まあ、嘘を見破ってるような形になってるのかもしれませんし、まあ、その辺のところは、まあ、よくわからないです。だから、まあ、最後の場面、岡本和真選手をしっかりと打ち取れたところが、まあ、今後につながっていくんじゃないかなと思います。まあ、まあ、現場の方たちに声来てる、聞こえてると思うんですけども、そのソフトバンクさん対日本ハムさん、いやどうも2つ作ったらもう赤いやろうっていうようなこと、ニュースを見ていた時も結果は既に知ってるんですけども、未来からの時間軸で聞こえてるんですね、ソフトバンクの選手の人たちとか、最後の試合なんですけども。だからまあ、まあ、ソフトバンクさん相手だったら、まあ、躊躇なく勝ちに行けると。これはもし楽天さんとかだったら、多分そこ躊躇入ると思うんですよ。であとは、佐々木朗希投手がメジャー行かないで、ちゃんと地元の楽天行って、大谷翔平選手が、楽天に行ってっていうような形になってくれた、来年の楽天のその入賞っていうのはそれだけしやすくなるんじゃないかなとも思いますし、例えばセリーグで今年足らなかった分、やっぱりどうしてもメジャーリーグで、今年活躍した今永投手のことがちょっと頭の中やっぱりよぎったりします。そこで勝ち星とかは計算されたら、その得点の計算とかもいろいろありますから、もしかしたらセリーグ優勝もできていったんじゃないかなというようなところは、まあちょっと思います。例えば今永投手が巨人戦をメインに、投げるような形で勝っていたら、まあ阪神タイガースの上には行っていて、多分ゲーム差的にちょうどそうなってくると思うんですよ。だからまあまあ、下克上ということ、解説席の方たちはまあおっしゃってくれてまして、まあ僕も皇室の人たちの声とか聞こえてきてるんですけども、それを信じていい時と信じちゃダメな時があるんですよ。だからこれ答えはっきり分からないんですよ。で、最終的に僕どうしてたかって言ったら、結果で物を取りますっていう形にしたんですよ。じゃなかったら、昨日の試合もそうだったんですけども、こう、例えば体からこう抜けていく。基本的にその状態ってこう、力が入らなくなったりとかして、まあ、まずい状態じゃないですか。で、昨日に関して、それが良い場面と悪い場面があったんですよ。横浜 DeNA の人がバッターボックスにいるときに、フォークボールで明らかに、まあ、それもボールゾーン、ボールとカウントされる、ボール球で、こう、ふっと抜けて、それで、こう、多分バットを振りに行ってないと思うんですね。で、だからその、抜けてるとか、抜けてないのところが、もう途中でごちゃごちゃになっていて、非常にまあ昨日の試合に関してもまあ困難だったんですけども、まあ今日撮影しながら最後の方に試合終わってから、
多分最後の最後まで、試合がもつれていて、その経営者の思うつぼみたいなところの話をしていましたけども、これがエネルギーの残存量問題で、まあ、次の節約、まあ複数本拠地制度で、南から北に向かっての巡業でエネルギーの節約や、まあ、河川もしくは河川水門開式ダム発電だとか、まあ、そういうようなところにつながっていくような形で、だからまあ、稼ぎの部分がまずなかったら河川水門開式ダム発電を作る費用というものがまずないですから、だからまあ最終戦までもつれた方が、まあ、プロ野球界全体としては、まあ、結局稼げるという話にはなってるから、まあ、こうなってるんじゃないかなと思うんですよ。だからまあその辺のところは、まあ、ちょっと難しいです。それでは、時刻ももう22時を回りますので、本日はこれくらいで、終わりたいと思います。皆さん本日はお疲れ様でした。以上です。